あ、待って、マルティナが、マルティナがガクガクなってる。これまでのあらすじ。仲間を探しながらラムダを目指すアイナたちはフレイムラン王国を襲った黄金病を調べていき、その過程で神は全ての記憶を取り戻した。その後、六軍王キラゴルドの根城、黄金城の玉棚まで、一行はキラゴルドの正体が神の妹マヤだと知る。キラゴルドを倒したことで正気に戻ったマヤに気づいたアイナは、彼女を倒そうとする神を止める。妹を助けたい、そう思い直した神は、自分が黄金になるのも厭わずにマヤを抱きしめ、彼女はキラゴルドの呪縛から解き放った。こうしてクレイムラン王国は黄金病の脅威から解放され、元に戻ったマヤも神父の元に預けられた。勇者に力を貸すことで食材が果たされる。神は予言通り食材を果たし、一行は魔王ウルノーガを倒す旅を続けるのであった。ほい、ということで、じゃあ今回もやっていきたいと思います。え、あれよね、神父のとこに預けられたって、え、ここに預けられたん？おらんけどえ、おらんけど、ちょ待って、お城でも話聞きに行こっかな。黄金になってた人々は大丈夫？綺麗だね、幸せね。旅人さんが黄金病をなくしてくれたの？お母さんも喜んでるよ、ありがとう。またいつでもこの町に遊びに来てね。ありがとう、こちらこそありがとう。わしは魔女の研究のためにこの国に来た。本当ならばさっさと研究を終え出ていくつもりだったんじゃがな、いくつかの異変で共に苦楽を乗り越え、この国にも愛着が湧いてきてな、本格的に移住しようかと検討してるんじゃ。おー、いいと思うよそれ、全然ねえねえ、さあ城の中の人たちとも話してみようか。みんな無事？助かったよ。みんなから聞いたんだけど、私は黄金病になった上に魔物にさらわれちゃったんだってね。あんたにも迷惑かけちゃったみたいだね。こうしてまた城で働けて嬉しいよ。やっぱりナオミの体が一番だね。まあそりゃそうだろうね。やっぱり黄金病を広めた犯人とリーズレッドさんは無関係だったらしいね。彼女には悪いことをしちゃったな。あなたもう何回も何回もそういうことをね。黄金病が消えてほっとしたわ。久しぶりにぐっすり眠れそうよ。皆さんには感謝しないといけないわね。もう大いに感謝してくださいまし。え、ちなみにここですかな、女王様は。あ、どうも、いたいた。黄金病の解決ありがとうございました。あなた方ならこの国を救ったように、いつか世界だって救えるかもしれませんね。世界を救おうと今頑張ってるところなんですよ。シャール様とリーズレッドさん、二人揃うとやっぱり縁になるわね。私より一層守りがいを感じちゃうわ。シャール様の警護は任せてくれ。君たちが旅立った後もこの場所は我々に守ってみせるよ。大丈夫？本当にまたなんか疑いかけたりとかしない？またしてもこの国を救うとは、さすが勇者アイナね。私からも感謝するわ、ありがとう。それにしても黄金病を操っていたのが魔王直属の大幹部である六軍王の一人だったとはね。六軍王の中には私の封印を解いたあのいい男もいるそうね。ちょっとだけ複雑な気分だわ。あれはやっぱり惚れていたんだろうか。アイナさん、黄金病からクレイムランを救っていただき本当にありがとうございました。陛下の報告では各所にあった黄金の氷山も無事に消え去り、ゼーランド山への道も開けたとのことです。どうかご武運を。勇者アイナが魔王に勝利する日をクレイムラン国民に一同で祈っております。別に協力してくれてもよろしくってよ。今回の件を後世に伝えるため、黄金病に関する書物を執筆しようかと考えておるんじゃ。勇者と黄金、恐怖の黄金病、呪われた黄金兵、黄金の食材、さて署名は何にしようかの。勇者と黄金でいいよ、私メインでしょうねそれ。やれやれ、なんとか黄金病からこの国を守れたようじゃな。これも一重にアイナのおかげじゃ。クレイムランの民はこの恩を永遠に忘れんよ。ありがとう。この先も何かと助けてね。この国を助けてあげたんだから助けてね。さあということで、じゃあ旅立っていきますか。黄金の氷山が消えたって言ったよね。ということはだ、あ、こっちか。出口がどこだかわからんくなる。街の中で迷子になりそうになるよね、広くって広くって。
あ、君かな。この先に道を塞いでいた黄金の氷山が消え、シケスビア雪原やゼーランダ山の方にも歩いていけるようになったそうだ。もしお前がラムダを目指すなら、こっから町の外に出て南東の方へ歩いていくがよい。南東やって南東。よし、行きますか。ラムダ目指してますよ、私。そして久々の馬。そんな久々でもないかもやけど。さあ、行きますか。南東の方角って言ったね。さあ、頑張って。ちゃんとたどり着けるように。まずはね。すぐ迷子になるけん。いや、でも今回はまあ、大丈夫でしょう、きっと。南東、南東。何あれ。びっくりした。なんか倒れとんかと思った。え、何これ。え？寝よるやん。なんか倒れとんかと思ったっていうか、倒れとるやん。まあでも、ただ寝よるだけやろ、あれ。まあ、放置放置。スケスビア雪原。黄金の氷山はさっきのところにあったんかな。いまいちどこにあったんかが把握できてないけん、どこがどういう風に通れるようになったのかがいまいちわからんねえけどね。まあ、きっとさっきのあたりにあったんでしょう。ああ、もう邪魔よ。そんなところにいるから弾き飛ばされるんだ。もうめちゃくちゃなことを言うけれど、イチャモンつけていくけれど、こっちの方向であったんかな。でも南東の方向に進んできよると思うんやけど、どこまで南東まで行けばいいんやろ。なに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 。あ、なんかあるっぽい。じゃあ方向合っとるね。何やらまがまがしい気配がする。アイナ、周囲に注意しろ。お、アイナ下がれ。なになになに。お、竜かっこいい。来た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 。え、なになに、近づいてくる感じ。はい、来たー。あ、なんか思ったより短いな。もっと長いんかと思った。お、来たよ。え、もしかして喋る？あ、喋る。氷国の湖の氷が砕かれ、我は長き封印から解き放たれた。だが長い間封印されたせいで、思うように力が出ぬ。我が名はネドラ。貴様らの命を我が糧としてやろう。え、やめて。嫌です。糧になりません。ネドラや、ネドラ。魔竜ネドラが現れた。はい、頑張って戦っていこう。いきなりのセクシービーム。よきよき。そして攻撃力を上げていくね。ふぅ、結構いい感じのダメージ与えれたよ。いきなり。あ、いいやん、いいやん。まあ、相手がどれだけ呪文を使ってくるんかはちょっと知らんけど。あー、待って。マルティナが、マルティナがガクガクなってる。大丈夫か？会心の一撃めっちゃ出るやん。いいぞ、いいぞ、アユナ。あ、え、キアリフで治るの？マジで？え、毒直すやつじゃなかった、それって。しびれも取れるのめっちゃいいやん。ありがとう、しるし屋さん。え、しかし今度は腰を抜かしてしまった。お、ドーン。そしてベホイム。シルビアさんもちょっと回復。お、カッスルダン。いいぞいいぞ。マルティナ、これは回復できんやつなんかな。さっきのなんか焼けつく息やっけ。なんか、あ、これ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 、これが使えるってことは、まあなんか魔力が使えんなったところでって感じよね。え、待って、みんなしびれたんじゃないこれ。やめてよ。あ、なんかおじいちゃん、おじいちゃん大丈夫か。お、マルティナが動ける。いけいけ。まあ多分マリオネグラは男やけんね。まあ女の子相手でも効くけど、セクシービーム。え、なんか性別によって効き方が違ったりとかするんかな。やっぱりどうなんやろ。その辺ちゃんと見たことないけど。超頑張って。もうおじいちゃんがなんか天に召されそう。めっちゃ召されそう。大丈夫かね。やっぱシルビアさんとか若い人たちのしびれ方とはなんか違うやん。
あのまま手に召されそうな感じやもん。あ、待って、体力、マルティナとシルビアの体力がやばいよ。はい、ベホイム、マルティナもどうにかしてあげて。あれ、いつの間に、え、アユナ以外全員しびれとんやけど。やめてやめて。あ、やばい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 。あー、しかもマルティナー、マルティナー、あ、ゾーンにも入っとったんか。なるほど。ちょ、頑張って、残りの3人で頑張って。あー、それもう一歩早ければ。え、いつもさ、どのタイミングでしびれよん、何サイズでしびれよん、全然わからんねえけど、いつの間に。あ、老人ちゃん増力が使える。よし、いいぞいいぞ。しかしあっという間にやられそうな予感。頑張って耐えてください。セクシービーム。まだまだなんかな。とりあえずなんか向こうが疲れとる風な感じは一切ないんよね。つらいつらい。あ、もうほら腰が抜けとるやん、今の威力で。大丈夫か。立って、立つんだ、立つんだ、おじいちゃん。せっかく立ち上がったのに今度はしびれるって。お、ふう、やったね。誰の攻撃、マルティナ、セクシービームではなかったよね。マリオネドラをやっつけた。なんかいつもさ、これ相手の体力があんまり見えんけん、いきなりの終わりなんよね。はい、シルビアさんレベル54。オッケーオッケー。この強さ、はるか昔に相まみえた勇者ローショーを思い出すわ。だが所詮は人間。これはね、人間ですから。なに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 、燃やされる燃やされる。う、ここ、ここ。火事や火事。くそ、なんだ、体が動かねえ。なに、また痺れ、痺れですか。耐えて、耐えるんだ、ユナ。己の無力さをあの世で悔やむがよい。貴様らの命、食らい尽くしてくれよ。はぁ、あ、私らにやられたくせに何を。演奏？ハープ？体中から力が抜けていく。なんだこの耳障りな音は。え、誰？せーにゃん？あ、じゃないこれ。え、そうやろこれ、確実に。忌まわしき魔物よ、風の裁きを受けなさい。向こうから現れてくれたやん。てか強ー。ギアー。私らがこんだけの人数で挑んでもダメやったやつを一人で。あ、来た来た来た。アイナ様、皆様、今お助けいたします。お、記憶はあるね、ちゃんと。助かったよ、せやにゃ。お久しぶりー。お前もしかして。私は勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。世界が滅びようとも命に代えてあなたをお守りいたします。アイナ様、よくぞご無事でいてくださいました。せーにゃ、あなたが助けてくれたのね、ありがとう。今までどこでどうしていたの。いつまでもハープの音が聞こえる。もう演奏は終わっているというのに。私、あれからずっと一人で魔王による災いで苦しむ人々を助けながら聖地ラムダを目指していたんです。え、一人マジで。黄金の氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。聖地ラムダ、そこに行けば魔王を倒してやかり、神の乗り物について何かわかるに違いない。神の乗り物、そんなものが。そういうことでしたら聖地ラムダの長老様がご存知かもしれませんわ。アイナ様、皆様、改めてよろしくお願いいたします。一人であることには誰も触れないの。セーネが再び仲間に加わった。それは良きなんだけれども。聖地ラムダはこの山道の先ですわ。さあ行きましょう。案内してくれるの？全然してくれてない。まあ、とりあえずこの先に進んでいけばよろしいわけですね。進んでいきましょう。ゼーランダ山。お、
ここを越えていけばいいんかな。めっちゃ燃えよるよ、まだまだまだ燃えよるよ、大丈夫。ふう、尻尾がさ、いやー、尻尾尻尾尻尾で戦い挑んでくるのやめてもらっていいですかねどうせ君たちなんてあっという間にやっつけるんやけん。あー、もうほらーね、命を落とすほどのセクシーさよどういう状態かちょっとよくわからんけど、いっけー。ちょっと待って、そういうの使わなくていいから、もうなんか早く早く攻撃攻撃、結構なダメージやぞさっきのリュウと同じぐらいのダメージやぞ。はい、セクシー、え、セクシービームが、なるほどね、シュリアさんの無知の方が良かったかそういうタイプの子だったか。よし、今度は尻尾には当たらない。あれ、方向合ってる、これ全然違う方向へ行きよるくない、こっちか。オッケーオッケー、これは、あ、これはこっち、邪魔邪魔ん、これは乗るタイプ、ピンクタイプ、それとも普通に行ける感じ。よし、やっつけてやれ。全体攻撃がない。ローズ台風、ローズ台風とピンク台風があるんか。お、ローズ台風強っお、なになに、赤い宝石を道具袋の手に入れた。赤い宝石2つやったね。あまたしてもぶつかった。今手前にあったのはもうあれか、乗れるようになったやつかな。お、火炎払い、くっ、一発ということにはならなかったが、いけー。いや、一発じゃなくて全体攻撃をしてほしかった。あ、それそれそれ、メラハリケーン、いいぞ、楽勝やな。さあ、これでプラチナ鉱石、君たちいいものいっぱいの、いいものいっぱい落としてってくれるね、ありがたい。あ、こっちじゃない、こっちやんね。ってことはやっぱりこの上に行かんといかんってことよね。ちょ、乗らせていただくね。とりあえず馬から降りて、違う違うよ、あ、違う違うんだ、君に勝負を挑んだわけじゃなかったんやけど、ついボウガンを撃ってしまった撃ってしまったよ。もう今のは敵側の攻撃ってことか、ベギラゴン。そんな強力な技を使うやつが、見てください、ピンク台風、キラ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 、台風巻き起こしまくるわピンク台風にローズ台風、2人ともめっちゃ女子力高いな。わざまち女子力高いわ。おじいちゃんが、おじいちゃんがめちゃくちゃ足げにされる。頑張って、 あと2匹。おーすごー、結構なダメージよ。うちにあの極楽鳥強じゃないのにさ、結構なダメージよ。ちょ、頑張って、キラーポットの方が楽勝やん。あれよね、シルビアさんとマルティナ同じような技使うよねだって今の技確実に、確実にあれやん、何やった、メロ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 なんちゃらそんな感じのはい、じゃーん、え、届かなくね、え、合ってます、方向、こっちこっちか、この辺か、届かん、届かんよ、助けてー。え、全然届かんねえけど、ちょっとびっくりするぐらい届かんねえけど。こっち？こっちから行けばいいの？はい、届かなーい。待って、どっから、ここから行けばいいんか。くっ。くっそ。順番を追っていけということですね。はい、すいません。何楽していこうとしてんだってことよね。動かない？こいつ。大丈夫。絶対動くやろ。絶対当たったりとかした途端にさ、動くパターンのやつやる。え、これでさ、行き先全然違ってたりとかしたらどうしよう。私めっちゃショックなんやけど
やってられんねえけど、そんなの。はい。とりあえず、ここまで来ました。え、これ合ってます？よいしょ。どこに行けばいいんやろ。あ、宝箱ある。やったね、小さなメダルゲット。ここ来てなかったんか。え、だって宝箱の位置とか別に変わってないよね、多分。わからんけど。わ、わからんけど。追ってこないで。私は味方、私は、あー！ほら、やっぱり！しかも動く石像じゃなかったし、大魔神やった。くっそ。くっそ。ぶつかったつもりなかったのにな。私、気づかんふりするけんさ、そのまま止まっとけよ。あまりもそう。どうせならセクシービームでやられたいよね。お、もう眠ってるうちに。よし、いいぞ、いいぞ。やっぱ記憶のないうちに死んだ方がね。それはそれでちょっとかわいそうやけど。危ない、こんなところで落ちたくないです。冷静に行けばちゃんと行けるんだから、しっかりしよう。当たりそう。当たりそう。あ、こっちで合っとる。ふぅ、抜けれた、やっと。あ、来た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 、ラムだ。で、お姉さんはいないんすか、お姉さんは。なんてひどい。あんなに美しい場所だったのに。あ、ごめん、何にもひどいと思わんかった。あれ取った。おーおお、ベロニカ、セーニャ、私の天使たちよ。今頃一体どこに。え、セーニャまだここに帰ってきてなかったん。お二人とも気を落とさんでくだされ。ベロニカとセーニャ、双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。お、目開いてないよ。セーニャ、もしかしてセーニャなの。お父様、お母様、ご無事だったんですね。セーニャ、おう、私の天使よ、よく顔を見せておくれ。セーニャ、ベロニカは、ベロニカはどうした、一緒ではなかったのか。え、そんな、てっきりお姉様は先にこちらに戻ってるんだとばかり。え、マジで、あ、そういうこと。で、全然おらんねや、ベロニカはまた別。いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずですわ。北の方から懐かしい気配を感じます。え、その先、双子の勘ってやつか。この感じ、お姉様のものです。アイナ様、行ってみましょう。ドラゴンボール的な感じで、多分ね、あの戦闘能力とかが見えとんやと思うよね。スカウターをつけんでもわかるっていう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことは次はベロニカ探しっていうことになるんか。まあ、ポンポンって仲間が見つかってきていい感じやんね。